早く！伏せるか。待て、アリス。ありがとう、アズナ。キリト、行こう。セルカとアリスが心配だ。ああ冒険者たちは戦士ではないはず。彼らも早く避難させなくてはなりません。みんな、この魔獣どもを殲滅しろ。構え。メディナ、まさか。かしこまりました、救世主様。あなた、接触したのですか。私との約束を破って。話は後です。今はこの魔獣たちを殲滅しましょう。
これで一旦片付いたか。それじゃあメディナとみんなはここの人たちを避難させてくれ。わかった。みんな行くぞ。はい、救世主様、あなたのお言葉に従うことが我らの喜びです。メディナ殿、なぜ。あの姉様、助けに来てくれてありがとう。アリス、何ですか。遠慮があるんだろうけど、伝えないと後悔することもあると思うぜ。友達の受け売りだけどさ。私はアリス・ツーベルクでは、あの子の求めている姉ではありません。そんなこと関係ないだろう。アリスは自分の守りたい人を守ったんだ。セルカ、私はあなたを守りたい。その思いは記憶を失おうと変わりません。たとえ私があなたの求めるアリス・ツーベルクでなかったとしても、あなたは私にとって大切な人です。姉様はやっぱり私の姉様よ。記憶があるかどうかなんて大した問題じゃない。だからいつでも帰ってきて顔を見せてね。ありがとう、セルカ。お疲れ様。どうだった。ガラントは切った。もう発生しないはずだ。なんだか盛りだくさんの一日というか、なんというか。本当にいろんなことがありすぎましたね。アリスさんもお疲れ様です。いえ、私は大丈夫です。メディナ様、次のご命令は何ですか。今は待機していてくれ。はい。ん？アリス？あなたに聞きたいことがあります。冒険者のことですね。彼らは戦いたいという意志を持たない者たちだった。故にこの村で天職を与えられ、生きていくことを選んだ。なのになぜあなたは接触し、自分の手駒に変えたのです。今度は話をしたんだよな、メディナ。いいえ、話もせず彼らもあなたの手駒にしたと。そうです。なんでそんなこと。この北帝国の民を守るには必要なことだと考えたためです。いや、でもこの衛兵が信用できないからというわけですか。事実、この衛兵たちは職務を怠慢し、与えられた地位にあぐらをかき、民を救おうともしない。そして対策本部は慢性的な人手不足であり、対応しきれない事案が多くあったではないですか。私は彼らに接触し、北帝国の巡回と警護をお願いした。それがこの北帝国の民を守る手段であるためだと判断したからです。だからといって人の意思をねじ曲げてよいのですか。あなたのしていることはやはり命令ならばそれで構いません。また二人の意見がぶつかっている。一体どうすれば。なあメディナ、冒険者たちだってみんな生きてる人間なんだ。
個人の意思は尊重すべきなんじゃないか。なんだと。それで尊い人命が救われたとしても、お前はそんなことを言うのか。やっぱり対策本部は間違っているのかもしれないな。あの男の言った通り。何を言っているのです。あんなものの言うことは間違いに決まっているでしょう。キリトは確かに最高司祭様を殺害したと言いました。やましいことがないならばなぜ隠していたのですか。それには事情があったと言ったはずです。なぜ話してくれなかったの、キリト。私たちは友達じゃないのか。悪いメディナ、でも俺そんなつもりじゃなかったんだ。この人界を取り巻く様々な問題により苦しむ人がいる。このままあなたたちのやり方に従っていては誰も救えない。私は私のやり方でこれからも戦います。救世主様、どうして喧嘩してるの。何でもない。行こう。どこに行く気だ。魔獣を狩りに行く。この辺りにも残党がいないか調べるんだ。私の仲間と一緒にな。人界の民を守るため人々を導く、それがオルディナノスケ厳冬士の務めだ。メディナ、今は引き止めても無駄なようですね。ああ、そうだな。